イメラジオ第2565回。今日は令和2年12月31日木曜日です。時刻は午後11時半、横浜港北、もうすぐ新しい年の夜ですね。静かな夜です。リスナーの皆さん、くつろいでいらっしゃることでしょう。2565回目、暮れゆく令和2年、こんなタイトルで今年1年を軽く振り返ってみましょう。政治では安倍内閣が変わって菅内閣。けれど、この菅内閣が全然なんか存在感なく、特徴がなく、なんかがっかりですね。もっともっと期待できない、なんかねえ、もともと期待できない内閣ではあったんですけど、本当地味で、なんかがっかりしちゃいますね。リーダーシップがないから。まだ安倍内閣が始まった2012年の時にはね、アベノミクスだって言って国民をこうそれなりにね、まあいい意味で乗せる、そういうこともあったんですけど、なんもない。まあコロナウイルスがあったとはいうものの、だからこそリーダーシップを発揮してほしかったですね、菅さんには。来年もおそらく期待薄でしょう。事務処理能力は手堅いと言われるけど、今必要なのは手堅い事務処理能力ではなく、強いリーダーシップ、特に経済においてね。コロナウイルスで3ヶ月分ぐらい社会が止まりましたね。2月、3月、4月、5月ぐらいまでだったかな。GDP で言えば何十兆円吹き飛んだ。けれど、まあ今振り返ってあまりにも騒ぎすぎであった。この夢ラジオでは実はもう1月2月の頃からこのウイルス騒動は騒ぎすぎですねみたいなお話してましたが、本当そうですよ。騒ぎすぎですよ。それで何十兆円もね、GDP 吹き飛んで、あれ何だったんだろうって、今そういう議論が起きないでしょうか、国民の間で。騒ぎすぎたんなら騒ぎすぎたで、まあね、これからはもうもっとノーマルに生活していこうというふうにはなんかならないね。どこ行ってもマスクですね、今でも。来年もこれが続くんでしょうか。いずれにせよ、もうコロナウイルス以前の社会にはもう戻れないね。そして人と人とが接触する、触れ合うということの概念もここで大きく変わったような気がします。私が関わり合っている教育という面においても、もうオンラインでの教育にものすごく弾みがついた。今からオンラインを業務に入れない、そういう学校も予備校塾も廃れていくでしょう。しかも映像だけ撮ってそれを流すという、そういうのではなかなかもうやっていけないでしょうね。そうではなく、オンラインなんだけどライブ授業っていうんでしょうか、その形式でこれから教育が行われていくでしょう。そしてこれが実行できれば、もう自分の先生に頼る必要がなくなりますよね。時間を超えられないか、まあ、空間を超えられるわけですから、オンラインの授業だとね。株価は今上がっています。ニューヨークダウも3万ドル超えたということですね。おそらくワクチン開発が近々うまくいき、それの販売も始まって、
ウイルス騒動が収束、収束するので、だからという期待があるんでしょう。私は年前半に軟禁買いをして、で8月頃にその軟禁買いの戻り売りで、その後はもうキャッシュにしたままほとんど売買していない。ウイルスがどうなるかがもうわからないので動けなかった。ですから夢ラジオでもこの夏頃から経済や株の話ほとんど出ませんでしたね。来年はまた経済、そして株、為替、きっちりお話ししていこうと思っています。令和3年、2021年ですね。まずは経済、そしてコロナウイルスに負けない、そんな強靭な社会。そこにはもうインターネットを自分の仕事にかませる、かい、経由させるというのは避けて通れないでしょう。それだけでなく、経済の予測、株価の予測もしていかないとダメですね。もう全然話さなくなっちゃったからね、8月以降は。やっぱ自分が売買せずに、そうするとどうしても話せなくなっちゃうものですね。ただしですね、じゃあホイホイと買おうかと、来年になったら株もと、それも安易でですね、やっぱり取引というのはもう厳しいんですよ。自分の思い通りになんか動いてはくれないので、やはりキャッシュのポジションを高めたんなら高めたで、そのまま何にもせずにほっとくというのも戦略なんですね。ここが投資の難しいところです。リスナーの皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。今年1年間夢ラジオを聞いていただいてありがとうございました。この夢ラジオでもいろんな対談が始まり、リスナーの皆さんも登場していただき面白かったですね。来年こういう対談もっと続けていきましょう。そして夢ラジオの規模がちょっとずつ広がり、そして今までこういう発表するという、そういうことをお考えになってなかったお方も、まあ夢ラジオプラットフォームで一丁やったろかと、そしてそれで弾みをつけて自分でもチャンネル開いてみようと、そんな風になっていったら面白いですね。その時にはその開いて開かれたチャンネルに私もお邪魔してゲストとしてね、またそこで様々な角度でのお話ができたらいいですね。夢ラジオ第2565回、今回は「暮れゆく令和2年」、こんなタイトルでお話しました。なんか取り留めもないお話でしたが、まあ年の暮れにリスナーの皆様への感謝の気持ち、そして一年大雑把に振り返って来年へとつなげたいと思いました。良いお年をお迎えください。